皆さんこんにちは、ヤヨンでございます。ペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。ということで折り紙城に来ております。おそらくもうこれがラストステージなんではないでしょうか。ピーチ城がラストステージと思いきや、まあこんな風にね、もうラストステージっぽいようなね、もう赤いマグマがあるような感じの折り紙城というところに、作り変えられてしまいました。そして後ろにはね、このようにクッパ様がついてきております。いやー楽しいねー。ということで今回この折り紙城を攻略していきます。いきましょう。さあこれはマリオストーリーですね。このアクション、さあ紙の手で引っ張る。そしてファイアブロスが門番登場。さあてかこの正解外そうか。やっぱりね、なんだかすごい楽になっちゃうからね。分からなかった時にここに置けばよかったみたいな感じで出てくれればいいんだけどね。そういうわけじゃないからね。スターン。さあもう一丁キラキラハンマー。あー残念。さあそしたらちょっと待って、オプションか、正解表示オフ、これでいいか。正解表示オフで、またゲームオーバーになる可能性があるので、一度このファイアブロスを倒したらね、毎回倒すのは大変ですので、一度戻ってセーブしておきましょう。さあこれでいきましょうか。開ける。スキップ。さあ行こう。これ意外とむずいんだよね。これどう行けばいいのか分かんないんだけど。隠れるとやむってことなのかな。あ、隠れるとやむんだ。そういうことね。あいつにバレないように行くんか。あ、今右見てるからこういうことか。こういうことだ。こういう感じだね。行け。オッケーオッケー。マヌケやなこいつ。お、KK 軍団集まってきたね。さてこれは、違う、こうか。ジャンプでいいのか。ジャンプでいいか。OK。 さあ KK にはキラキラアイアンでいいかな。キラポイでもいいけど、なんかすごいね、曲がすごいよ。曲がすごい。キラポイも2つあるのか。まだキラキラアイアンでいいか。あ、倒せないんだ。倒せないんだ。KK、HP そんなあるんだね。キラポイの後どうなるか。あー、グレートじゃそもそもダメやろ。あ、キラポイだったら倒せんだ。ファイアプレス、OK、ナイス。クッパ50も出せんだ。強いね。お、神の手。 BGM が変わらない。すげえ、ラストステージ感あっていいな。ほら、おっと、なんじゃこれは。なんかいっぱい浮いてるね。なにこれ。あ、お、ファイヤーブロス来た。左は何ですかこれ。ん、あ、ハテナブロック。これは落ちるん。落ちるよね。やめとこう。落ちたらね、あれも超大ダメージですからね。致命的なダメージになるんで、さすがに興味本位で落ちるとかやめましょうね。落ちるよね。この下なんかあった。
こっちからちょっと見てみようかな。戻ってないよな、あれ落ちるよな。うん、左も右も落ちるね。それはいいや、とりあえずな。で、ファイアーブロスを倒していくと、ほら、すげえ BGM が変わらん。お、アイスブロスもいる。さて、これはかける3。え、終わりじゃん。一個余っちゃったよ。伝説のブーツでいいかな。伝説のブーツ48、強いね。多分伝説でしか倒せないんだよな。伝説も結構あるもんね。だからまあ伝説この辺で使ってきちゃっていいでしょう。オッケー。うわBGM が変わんない。引っ張る3。お、ルイージのカート。こんなとこでルイージのカートのお宝をゲットするとは。ハテナブロックかしかも出てきたね。どうする、行く。あー、マジか。え、ああいうダメージになるんだ。相手の先制攻撃とかじゃなくてダメージ扱いなんだね。さて、これははい、完璧。 OK、 これも伝説のブーツでいいかな。オッケー。で、こっちはキラキラハンマーで倒せるかな。さあ、オッケー。あ、キラキラブーツとかでも倒せるかもしれないね。でもキラキラブーツ確か持ってねえんだよね。もうだから伝説を使うしかないんだよな。ちょっとカメラワークがよくろしくないっすね。お、ハテナブロックからまさかの神の手。あ、待って待って、最悪。いやー、やらかした。足滑ったわ今のは。こっちから行けないからここで下ろすって感じかな。右に行こうか。 OK。いや、これゲームオーバーとかマジやばいでしょ。わっ、え、セーブポイントあるよ。ちょっと待って、終わり、もう次ラスボス。セーブあるよ。ここは落ちられないね。え、セーブがあるよ。どうする、ラスボスはラスボスだけの動画でやりたいけどね。とりあえず行ってみようか。うわ、何だ、何が待ってる。わお、ほうほう、もうここまで来たか。ではもう少し楽しめるようにしてやろう。なんじゃ、左に曲げた、わったん、右に曲げた、まっすぐ行けない。うわ、こういう折り紙作ったね、パックン。パックン折り紙。奥にオリビアとオリーがいるね。食らったら100ダメージでしょ、多分。やばい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 。やばいやばいやばい。走り抜けろ。オッケー。まだ続くね。ブーメランブロス。この辺のクラスのキャラが最高レベルのキャラなのか。最高レベルの雑魚キャラって感じなのか。50か、100回復しねえんだな。
足滑ったらダメだよ、足滑らすなよ。ほら、さあひたすらバトルですね。お、普通のハンマーブロスもいる。さてこれは、ちょっと待って、待て待てよ、焦んなよ。違う、何やってんだ。ダメだったね。16か、162回32でも倒せねえよな。だからといってこいつら使いたいか、使いたくねえよな。え、待って、普通の本当にキラブーツ系ねえんだ。キラキラアイアンと伝説どっち使うのもったいないから。いや伝説使うか、もったいねー、もったいねえけどね。まあ倒せるよね。まあでも火ダメも結構怖いんで、とりあえず抑えたと。クッパの50が強いな。折り紙ストレート行って、お前死んじゃうやつやんそれ。仲間を殺すなよ。これはハンマーだな、クッパが倒してくれるでしょ。スパッ、オッケー。マジで落ちたら怖いな。ここ何、これいけないの、いけないらしいな。てかここにはさ、キノピオはさ閉じ込められてるのかね。キノピオ救出あないみたいだね。スカスカ穴修復もないらしいね。お宝発見とハテナブロックか。おっ、なんだあれ、なんじゃあれ。あっ、いった、やられてた。こうか、オッケー、ハテナブロックいっぱいあるね。トン、コインがあってもね買う場所ないからね。キラキラキノコ、オッケー。お、これは、おキラー、キラーゲット。ん、1000コイン、オッケー、ういえ。さあパズルは成功しておきましょう。めっちゃ散らばってるね。あー、でもこれは一つずつやるだけじゃないか、だよね。オッケー、で伝説キラキラアイアンのが威力低いのかな。やってみよう。確か伝説は48だったよね。42か、そりゃそうだよな。え、チナ48で伝説のアイアンだとどうなの。アイアンのがやっぱダメージ大きいんだよね。49か、1ダメージ増えるだけか。でもそんなに大差はないんだね。1ダメージプラスか。まあでもで、アイアンの方が強いのは間違いない。トゲが踏めるだけにもかかわらず、トゲが踏めるだけではなく、あ、クッパが10コイン取り逃したんだけど、戻れる？クッパを迎えにね。クッパおいで。はい、しっかり乗って。クッパこっち。え、クッパ乗れないの、マジで。クッパー
おい、ゲイ、さあ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 、俺はかける3、かける3、かける3なら大丈夫。オッケー、かける3だ。オッケー。だからまあとりあえずはキラキラアイアンでいいか。キラキラアイアンがまあ一番ダメージ低いから、これを使って倒そう。よし、でまあここはキラキラハンマーかな。イエス、クッパのブレスを使わないのももったいないな。クッパのブレスを使うために、お、ここで繋がったね。オッケー、これは？かける3か。いや、違うね。合わないな。うん、ちょっと待てよ。待て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 無理だこれ。ちょっとどうなってんだよ。キラキラアイアン、キラキラアイアンだな。キラキラアイアンか。ほい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 。でブーツで倒せるよね、さすがに。でクッパのブレスであっちの3体を倒してもらおう。ナイス、強いな。クッパブレス失敗したこと今んとこないな。クッパ失敗しないかもしれないね。優秀じゃんクッパ。さすがクッパ、我がライバル。ハンマーさあ、オッケー。あいつが今最初にダメージ与えたやつだったかな。お、こいつがまさかそんなものを持っているとは。魔法陣で神の手ですわ。何すんの？あ手が伸びる。引っ張る。カーテンを開ける。おお、開いた。上行く、出てくる。お、ここへ来た。あれ、この中に神の手があったんだっけ。あ、戻すのね、これを。さっきあいつがやったことをどこ持つんだ。掴む場所どこ。ここか。ほら、オッケー。オリーのやったことを戻すと。おい、待て、こっちいる。やばいやばいやばい、まずいまずい。足抜けろ。ここ止まる。行け。あ、止まる。行け。行け。行け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 。よし。おっと、セーブポイントあるね。セーブポイントあるか。セーブポイントあるんじゃ、ちょっとここまでにしようか。一旦ね。まだもう少し。ラスボス前もう寸前だと思うんですけど。あと次回がもう一個かな。もう一個道中、もう一個で、その次ラスボスぐらいになるかなと思いますけども。
よし、まあとりあえずちょっと時間もいい感じなんで一旦ここで締めておきましょう。ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。